幕内土俵入り土俵入りとは、大相撲の十両以上の力士が土俵の上で行う儀式のことである。横綱が行うものは横綱土俵入りとして区別される。十両と幕内の力士がそれぞれの取り組み開始前に横綱を除く全出場力士で行う。十両土俵入りは幕下の取り組みが残り5番となった。時点。 幕内土俵入りは重量の取り組みが終了した直後に始まる。かつては重量の土俵入りも幕下の取り組み終了直後に行われていた。取り組みで東方から上がる力士は東方から取り組みで西方から上がる力士は西方から土俵入りをする。一例として番付が東大関で取り組みは西方から上がるときは西方から土俵入りをする。また、 重量力士が幕内での取り組みを組まれている場合でも、土俵入りは番付に従い重量土俵入りの際に行う。化粧回しをした力士が花道奥に集合、行事が先導して入場し、番付の低い順に土俵に上がり、俵に沿って丸く並ぶ。アナウンスは必ず、まず先導の行事へは、先導は木村、最初に上がる力士へは、続いて最後に上がる力士へは、 最後はとい、力士が土俵に上がる際に、名前と出身地と所属部屋が紹介される。三役の力士は必ず地位を呼ばれる。全員が土俵に上がるまでは、各力士は外側を向き、最後の力士が上がるときに内側に向き直る。全員が勢揃いすると、拍手を打ち、右手を上げ、化粧回しをつまみ、両手を上げるという一連の勝作を行う。これは、 右に回左一回の尻尾と競り上がりを簡略したものである。本来は両手を上げる所作は武器を持っていませんという意味で肘を曲げたまま軽く上げるように行うのであるが、近年では万歳の要領で高らかに上げる傾向がある。土俵入りを終えると花道を戻る。他にも伝統の所作として土俵に上がる際に力士がシート声を出す形質というものがあり、 不景な振る舞いのないよう静粛にと観客に警告する意味で長年継承されてきた。この所作は2000年代に入ってから数年間消失してしまい、親方衆もそれに気づかなかったそうであるが、2012年11月場所からこの所作が幕内土俵入りで再び見られるようになった。以前は土俵の周囲に四本柱が存在していたこともあって、最初から内側を向いていたが、 1952年9月場所初日に4本柱の撤廃と同時に最後まで外向きに行うことが試みられた。しかし呼吸が合わないので翌2日目にそれ以前の方式に戻った。全員が外から内側に向き直る現在の形式は1965年1月場所から導入された。江戸時代の西木園には横綱土俵入り同様に 幕内力士たちが思考を踏んでいる絵が残っている。当時は幕内の人数が少なく、一度に土俵に上がるのは10人に満たなかったために可能であった。例えば雷電・ため上門の時代には平幕は5枚しかなく、三役も厳密に東西一人ずつとされていたため一度に土俵入りするのは全員が出場していても8人であった。現在では十両でも12から16人。 幕内では20人前後の力士が一度に土俵入りするため、四股を踏むことができなくなり、四股と競り上がりを簡略した現行の方式に改められた。以前の幕内土俵入りは、力士名を呼び上げることもなく、番付順に力士が適当に土俵に上がるものであり、中にはふざけたような仕草をする力士もいたため、あまり評判が良くなかった。しかし、1965年1月場所からは、 ファンサービスのために幕内土俵入りを現行のものに改めた。展覧相撲の場合は、お前掛けと呼ばれる特別な土俵入りを行う。全員が一旦花道に並んで、正面の寄品席に一礼してから土俵に上がり、円形ではなく、正面を向いて四列五段に並ぶ。柏手を打った後に、右二回左一回の四股を踏んで尊敬する。ここで放送で行事。 続いて、各力士一人数人が紹介され、各力士は順に立ち、礼をして、土俵を降りる。ただし、天皇が幕内後半の取り組みのみ観戦する場合は、土俵入りの時点で天皇が到着していないため、お前掛けは行われない。江戸時代には、一人土俵入りと称して、体の異様に大きな青年や、街道と呼ばれた巨体の少年を、 客寄せのために一人で土俵入りをさせることがあった。長身の行く月芸太左衛門や街道の大原川山、文五郎などは西系となって、その姿が後世まで伝えられている。こうした街道の中には、後に正式に初土俵を踏んだ者もいた。大正時代に幕内中権力士として活躍した中川部屋の両旗、木一郎は初土俵を踏む前に巡業先で、 子供土俵入りを行っていたという。また、本場所には存在しない形の土俵入りではあるが、巡業などにおいては三役以上を全員並べて行われる三役土俵入りが披露されることもある。これは正面を向いて、右二回左一回の思考を踏む本式で行われる。幕内土俵入りがいつから始まったのかははっきりと分かっていないが、文献として初めて確認できるのは、 教皇時代の相撲絵画であり、谷風、小野川の横綱土俵入りより70年以上も前から行われていたことは間違いない。ありがとうございます。